伊佐の浦川は、長崎県の西園木半島北西部を西へ流れ、五島灘へ注ぐに級河川である。流域は、再開市に属し、優れた自然景観から、西園木半島県立公園にも指定されている。西園木半島北部の溶岩第一のうち、白岳の北側斜面を水源とする。上流部は、起伏が少なく、流れに沿って水田が作られている。川は、 水田の間をまず北へ流れ、緩やかに南へ流路を変える。水源から約3キロメートルを過ぎると、西向きの斜面に突き当たるが、1987年には、この地点に、伊佐の裏ダムが完成した。ダム以降は、上流とは逆に険しい V 字国が形成され、川は森林に覆われた西向きの斜面を流れ下る。川口から1 3キロメートル地点には、 砂防ダムが作られているが、昭和47年にはここから大島への海底水道が開通し、上水道用水を送水している。V 時刻はそのまま川口まで続き、川は七釜湾東側の伊佐の裏に注ぐ。川の流れで削られた土砂は川口周辺に堆積し、天石海岸、砂泥干潟を形成する。伊佐の裏ダムは、 伊佐の浦川の中ほどに、2987年3月に完成した、20歳管外用の離水専用ダムである。川口から3.1キロメートル、標高約160メートル地点にある。包み高29.7メートル。 堤津美町町140.75メートル、有効貯水量164万立方メートル、浸水区域6.7平方キロメートル、水没面積24.5ヘクタールの重力式、コンクリートダムである。ダム区域には、複数の尾根と谷が刻まれ、ダム湖は放射状に入り組んでいる。ダムからの取水は、上流よりさらに東側の木場里まで、一旦、ポンプアップされ、 再開市再開町域の20歳約500ヘクタールに供給される。ダムの周囲は、キャンプ場、遊歩道、ボート用木桟橋、桜並木などが作られ、伊佐の裏公園として整備されている。入園時は一人100円の美化協力金が必要である。ありがとうございます。